皆さんは石田松緑という人物をご存知でしょうか。彼は柳川組四天王として裏社会に名を轟かせた武闘派ヤクザで商友会の会長を務めた男です。また石田はかつて殺しの軍団と恐れられていた柳川組で最高幹部を務め、山口組を3代目から6代目の4世代にわたって支え続けた最長老ヤクザなのです。今回は石田松緑の生い立ちと彼の周りで起きた事件について当時のエピソードを交えながらご紹介していきます。1932年10月に生まれた石田松緑は、本名がパク・テジュンという在日韓国人で、彼は若い頃からグレン隊として暴れていました。そのような中、柳川二郎をトップとするグレン隊柳川一派に加入し、後に大幹部となります。なお、組織の首領である柳川が在日韓国人であったこともあり、メンバーのほとんども彼と同じ在日韓国人だったようです。その後、柳川一派は坂梅組の客分として大阪で活動するようになります。なお、当時の柳川一派はあくまでグレン隊であり、ヤクザ組織ではなかったため、明確な縄張りなども持っていませんでした。そこで彼らは西成の愛林地区に目をつけます。ですが、ここにも当然ヤクザ組織が縄張りとしており、それは同じ坂梅組の系列組織だった鬼頭組という暴力団です。そこで柳川一派は鬼頭組が運営していた麻薬密売所や売春宿を襲撃し、売上金を略奪していきました。しかし、この状況を受けて激怒した鬼頭組は柳川一派の構成員を事務所に連れ去り監禁します。こうして西成構想が勃発したのです。その後、このことを知った柳川は鬼頭組事務所を襲撃することを決意しました。ですが、この時すぐに動くことができる柳川一派は柳川を含めて8人しかいなかったようです。これに対して鬼頭組は100人もの組員を有しています。それでも長がつくほどの武闘派集団であった柳川一派は恐れることなく鬼頭組の組事務所に向かっていきました。その際、彼らの手には日本刀が握られており、事務所前に着いた柳川一派はたった8人で100人の鬼頭組組員に切りかかります。こうして始まった争いの中で、柳川一派は驚くべき戦いぶりを見せました。なんと彼らはここで1名の鬼頭組組員を殺害し、15人に重傷を負わせる大打撃を与えたのです。なお、柳川一派も1人の構成員が腕に重傷を負ったものの、死者は1人も出なかったようです。こうして彼らはヤクザやグレン隊の喧嘩では数だけが重要ではないことを証明しました。またこの事件で柳川は収監されましたが、石田と幹部の谷川幸太郎が保釈金を用意したため、彼は9ヶ月間の服役を経て保釈されています。その後、この西成構想の話を聞いた不良少年たちは柳川一派に対して強い憧れの気持ちを持っていたようで、結果として柳川の元には多くの不良少年たちが集まってきたようです。こうした面々を吸収していったことで、柳川一派は一気に巨大化していきました。その後、1958年11月に柳川は自身の組織となる柳川組を結成します。そこで石田はこの組織の中で3名の幹部とともに柳川組四天王と呼ばれる有力者になりました。その後、柳川が三代目山口組で若頭を務めていた地道幸男の舎弟になったことで、柳川組は山口組の三次団体となります。なお、三代目山口組が柳川組を引き込んだ理由は大阪への進出を成功させるためだったようです。こうして山口組の参加組織になった柳川組は全国進出に向けて、1960年8月に起きた名誉会事件など数々の抗争に参戦しています。またそこで多くの功績を残したことにより、彼らは殺しの軍団という異名で知られ、長がつくほどの武闘派集団へと変貌していきました。またこの頃になると、業界内では柳川とは喧嘩するな、みんなやられてしまうと囁かれるようになっていたそうです。この言葉からもわかる通り、当時の柳川組は同業者からも恐れられる存在になっていたのです。その一方で、柳川組に憧れる者も多くいたようで、実際彼らの影響力は凄まじく、三代目山口組が巨大化したのは柳川組のおかげと言っても過言ではないほどでした。
その後、彼らの働きぶりは、山口組組長の田岡和夫からも認められ、山口組加入からわずか1年後の1960年に、柳川は直参へと昇格します。これにより、柳川組は3代目山口組の二次団体となったのです。とはいえ、あまりにも凶暴すぎだった彼らは、山口組内でも利権をめぐり、問題を起こすことも珍しくなかったと言われています。実際にこの頃から大阪に進出してきた他の山口組系組織と柳川組との間で争いが起こっていました。こうしたことから後に三代目山口組七人衆となる藤村忠雄が大阪エリアで各組の利害調整役の総責任者となっています。その後彼らはこの勢いのまま北海道や北陸にまで勢力を拡大していき、いつしか柳川組の構成員数は2800人まで膨れ上がりました。そのような中、1964年、柳川組に衝撃的な事件が起こります。なんと、組長である柳川が恐喝などの罪に問われ、裁判で懲役7年の実刑判決が下されたのです。こうして長期の服役が決まったことをきっかけに、柳川は引退を表明します。その後、彼の引退に伴い、柳川組の副組長であった谷川幸太郎が組長に就任し、石田は幹部から舎弟に昇格しました。そして、柳川組内に自らの組織である石田組を結成します。しかし、またしても大きな問題が発生してしまいました。驚くべきことに、柳川組があまりにも巨大化しすぎたことから、三代目山口組の参加組織にもかかわらず、単独で全国広域五大暴力団の一つに指定されることになったのです。このような措置は異例中の異例でしたが、柳川組に起きた悲劇はまだ終わりません。それからすぐに、警察当局が暴力団の撲滅を目指して、第一次頂上作戦を開始しています。こうして全国広域五大暴力団に指定されていた柳川組は大阪府警からすぐに標的とされ、幹部クラスの組員を含む多くの逮捕者が出てしまいました。そして1967年にはついに組長の谷川までもが逮捕され、懲役2年8ヶ月の実刑判決を受けています。その後大阪刑務所に収監された谷川は1969年4月9日に柳川組の解散を宣言しました。しかし、この解散は谷川による独断での決定だったようです。その後、この解散を知らされていなかった三代目山口組組長の田岡は激高し、柳川組を絶縁処分としました。こうして彼らは終わりを迎えたわけですが、山口組が柳川組ほどの一大勢力を完全に捨てることはなかったようです。実際、絶縁後の柳川組では、柳川組四天王と呼ばれていた、野沢、金田、藤原、そして石田の4人を組長とする、4つの組織に分かれ、それぞれが、三代目山口組の直参へと昇格したのです。こうして、36歳という若さで、国内最大の暴力団である、山口組の直参となった、石田は、柳川組の本部があった、大阪梅田を拠点に活動し、このタイミングで石田組を小遊会に改称しました。その後、三代目組長の田岡が病気で亡くなり、竹中正久を組長とする四代目山口組が発足すると、石田は舎弟に任命されます。また、1985年に竹中が暗殺され、四代目山口組と一和会の間で勃発した山一抗争では、小遊会組員が一和会幹部を刺殺し、殺しの軍団譲りの武闘派ぶりを見せつけました。その後、渡辺義則を組長とする五代目山口組では、舎弟頭補佐に昇進し、ついに本家の執行部入りを果たします。なお、石田はこの時点で56歳になっていましたが、柳川組、四天王というブランドは当時も健在で、彼を慕う組員は多くいたそうです。それほどまでに、かつての柳川組は伝説的な武闘派集団であり、そのブランド力と石田のカリスマ性で小遊会の組員も増加していきました。その後、柳川組の全盛期には及ばなかったものの、組員が800人を超えることもあったそうで、その中には後に山口組の直参に昇格し、自身の組を持つようになる実力者も含まれています。そのような中、2005年8月には司忍を組長とする6代目山口組が発足しました。ここで72歳になっていた石田は、6代目山口組の顧問に就任し、本家執行部から退いています。
こうして彼は顧問という役職名通り、六代目時代で石田は山口組のご意見番的存在になっていたようで、三代目時代から直参であり続けてきた彼の言葉には重みがあったのだと言われていました。ですが、決して厳格な性格ではなく、組員には温かく接していたそうです。また、そんな石田のことを信頼する幹部は多く、後に六代目山口組から離脱して、神戸山口組を結成することとなる井上邦夫も、分裂前は石田のことをおじさんと言って慕っていました。しかし、2011年10月18日に石田は暴力団排除条例違反容疑で逮捕されており、これは防犯条例で定められている規定に反して、保育園から200メートル以内の距離に組事務所を開設したというものだったようです。なお、防犯条例の事務所開設制限を適用して逮捕者が出たのは、これが全国で初の出来事でした。また、2013年12月になると、今度はアメリカ財務省により、国外の著名な犯罪組織とその支持者に認定され、アメリカ国内の資産の凍結やアメリカ人との経済的な取引を禁止される制裁を受けています。なお、この時の騒動はアメリカの金融システムを海外の犯罪組織の悪影響から守ることを目的としていたようで、石田の他にも入江忠や橋本博文といった山口組の幹部クラスの人間が制裁対象となっていました。このようにして暴力団への締め付けが年々厳しくなる中で、他の顧問や舎弟が引退していき、高齢化によって組員も減少していきます。そのような状況の中、石田は80歳を超えても現役だったことから、6代目山口組の中で年齢と直参歴ともに最も長い最長老となり、彼は自らの経験を生かして6代目山口組の発展に注力し続けました。しかし、2015年8月に衝撃的な事件が起こります。なんと、六代目山口組が分裂し、新たに井上を組長とする神戸山口組が結成され、山口組分裂抗争が勃発したのです。ここで、石田は当然、本家である六代目山口組に残りました。結果として、神戸山口組とは対立関係になりましたが、神戸山口組の組員も、分裂前は石田のことを慕っていた者は多くいたようで、彼を攻撃の標的にすることはなかったようです。しかし、この頃になると石田は病気がちになり、体調の悪化と回復を繰り返す日々を送っていたそうで、このような状態で現役を続けることはできないと悟ったのか、ついに彼は2016年2月頃に引退を示唆します。ですが、本家の要望により現役を続行することになりました。これは6代目山口組の最長老直参である石田が組員であり続けることで、6代目山口組こそが真の山口組であることを証明できるからだと言われています。こうしてその役目を果たすため、石田は病気の体を起こして6代目山口組の定例会に出席し、司忍組長らを激励していました。しかし、その期間も長くは続かず、病気が原因で2016年10月23日に大阪市内の病院で享年83歳で亡くなったのです。こうして彼は柳川四天王の中でも最後まで現役ヤクザを貫きました。その後、神戸市北区の葬儀場で行われた通夜には6代目山口組の直参が勢揃いし、葬儀場の周辺では30人近くの兵庫県警の捜査員や警察車両が厳戒態勢を敷いていたそうです。なお、当然ながらその場に神戸山口組の関係者はいませんでした。しかし、石田を慕って証拠を挙げたいと考えていた神戸山口組の組員も多くいたと証言する記者もいます。ですが、石田が亡くなったことで、神戸山口組が信奉する人物が6代目山口組で少なくなり、神戸側が6代目側に配慮する必要がなくなったことで、石田の死去は分裂抗争の引き金になりかねないとも危惧されているようなのです。なお、石田が亡くなった後、彼が生前に率いていた商友会では6代目山口組で若中の新井ジョージが2代目会長を引き継ぎました。殺しの軍団として恐れられていた柳川組で四天王の一角を担っていた男、石田松六。彼は山口組を3代目から6代目の4世代にわたって直参であり続けた最長老ヤクザで、病気で命を落とすその時まで生涯現役を貫いたのです。今回は石田松六の生い立ちと
彼の周りで起きた事件についてご紹介しました。皆さんの意見や動画の感想があればコメント欄でお待ちしております。また、この動画が良いと思ったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。